チャンスは一瞬、後悔は一生。岡田です。参加者からの相談メール、今回は女性へのアプローチ方法について相談させてください。昨晩カフェで隣に座った女性に声をかけて盛り上がり、 LINE を交換したのですが、その後どのようにアプローチすべきでしょうか。アドバイスをお聞かせください。なお現時点で何もメッセージを交換しておりません。アプローチ状態、女性の状態は以下の通りです。私、30代、サラリーマン、スーツ、カフェで PC をいじっていた。女性、21歳大学生、就活のため実家の奈良から上京。落ち着いた雰囲気で25歳くらいの社会人にも見えます。上京、夜9時頃カフェに入店。私の隣に座り、メールチェック、スマホゲーム、電話、簿記の勉強を同時に進めていました。私がトイレに立つとき、ちょっと見ててくれますかと声かけ、トイレから戻ってしばらくしたら、てかマルチスキルすごいね、ちゃんとできてる？と声かけ、何してるの？と尋ね、就職で上京し、翌朝は気合を入れて朝6時に起きる、と回答を受けました。私が社会人で少し緊張した様子だったので、緊張してるね、緊張してないとどんな感じなの？と普段の様子を話してもらいました。少しずつ彼女の会話量が増え、私対彼女イコール6対4に。相手の興味ある業界を聞き、自分の業界を尋ねられたので、正直に金融と伝え、自分の新卒の頃の話を少ししました。その後、実家暮らしということで、自炊の話からお互いの好きなアボカド料理で盛り上がり、22時30分頃に、俺もう行かなきゃと言って LINE を交換して、一緒にカフェを出て解散しました。気合の入った就活で、翌日6時に起きると聞いていたので、ホテルに行かずに家に帰ることにしましたが、それは判断というより、勇気のなかった私の言い訳です。途中、スーツ、かっこいいですね。メガネ好きです。チョコレート美味しい。と、ポジティブワードを聞けましたが、これについては、あまり気にしないようにしています。それより、二人で話す中で、体が自分の方に向き、喋ってる時に、口の前に両手をパーに出す仕草が気になりました。この状況で、どのように LINE でアプローチすべきでしょうか。 LINE でのやり取りで女性と連絡が取れなくなることがこれまで多かったので、正直どうすればいいのかわかりません。どれか一つ受かって、彼女が安心する状況を待って、それまでは彼女から来る就活の質問に回答したり、状況を軽く尋ねる感じでいいでしょうか。岡田の答え、 LINE については個別に伝えたので、ここでは割愛する。私がこの相談をあなたにシェアしてでも伝えたいこと。それは、なぜこの場面でハンドテストをし、じゃあプレ面接するかが言えなかったのか。この相談者自身、痛いほどわかっているだろう。それはこの感想からも十分読み取れる。気合の入った就活で、翌日6時に起きると聞いていたので、ホテルに行かずに家に帰ることにしましたが、それは判断というより勇気のなかった私の言い訳です。こんな自分のことだけしか考えない、くだらない心の葛藤などどうでもいい。なぜこの場面で、スーツかっこいいですね、メガネ好きです、二人で話す中で体が自分の方に向き、10歳ほども離れた若い女がその勇気を振り絞ってこんなにもわかりやすいサインを見せてくれているのに答えようとしないのか。俺はそれが心底情けない。これは相談者だけじゃない。この情けなさはおそらく日本中の男子に思っていることだ。勇気を出そうとか、リスクを取ろうとか、そんな話よりも、なぜ相手の勇気に気づいてあげないのか。アプローチテクニックを身につける。会話テクニックを磨く。女性感情を
コントロールする。そういった技術を用いて、女性をその気にさせることができたのなら、そうなったのなら、その責任を取れ。一夜だけでも満足させてやれ。それをしようとしないのなら、去れ。自分の失敗を避けることばかりを考えて、相手の気持ちをないがしろにする人間に声をかける資格はない。ああ、なんて素敵な人なの？もうどうにでもして、今すぐホテルチェックインして、私自分で服脱いで目を閉じますから、はいどうぞ。そう言われるまで一生待ってろ。そしてサッカー日本代表の試合でもいながら、今のは決めれるだろう、とでもほざいてろ。人の心というのは移ろうもの。移ろって当然のものだ。一度いいと思ったことを明日もいいと思う保証はどこにもない。我々プレイヤーのやっていることは、そういった移ろいやすい心を瞬間的にコントロールし、その瞬間にのみ求めている彼女たちの欲求を満たしてあげることだ。そのためにアプローチをして、そのために会話を展開するのだ。あなた自ら動き、掘り出した彼女のあなたに満たされたい欲求に応えないのなら、去れ。チャンスは一瞬、後悔は一生。日本男児よ、もっと肉になれ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。